皆さん、お疲れ様です小川太平の事件考察室本日、撮影収録日は2023年6月4日日曜日になりますこれ、配信はですね明日6月5日月曜日になりますがまだまだねちょっと情報がねあまり取れていませんなのでちょっと未確認のところもねあるんですがまず配信しようと思って今日、撮影させていただいております。今ですね6月4日の午後6時 20分ですちょうどね、ガーシー前議員、東谷義和容疑者が日本に帰ってきて、先ほど逮捕されたという話はね伺いました、まあ、今日ね、日本に帰国するということで、午前、ドバイですね、午前3時20分の飛行機にエミュレーツに乗って、ですね日本に成田、17時35分到着予定のエミュレーツで帰国すると。 いうねね情報が飛び込んできまました、まああのー、今日、ね、先ほど1時間ほどねライブ配信機能を使って緊急速報でお伝えしたんですがまずこの話をね今週は取り上げてみようということで、えー、今現在、動画を撮らせていただいております、もちろんどんどん情報更新されるので、えー、その後はねまたライブ配信機能等を使ってですね、えー、その後も配信等をしたいと思っております、よろしくお願いします。えー、まずねガーシーシ前議員 東谷義和容疑者逮捕というニュースになりますこれねホワイトボードを使った説明は今回8回目ですまあ,あのライブ配信等では何回もやっているんですけどもねこのホワイトボードを使った説明は今回が8回目ということになりますまあ、これしか書いてませんけどもね本日2023年6月4日ドバイからねエミュレーツ航空で成田空港到着し逮捕されたと あのルフィの事件のようにね、捜査員が一緒に同乗して、えー、機内で逮捕ではありません、あまあ、以前ね、このガーシー議員ですね、前議員、東谷義和容疑者の共犯としてね、当時池田容疑者が帰国した時もですね、えー、自ら帰国して、えー、機内で逮捕されることなく、空港で逮捕されたというのがありましたが、今回も同じようにね、空港で逮捕されています、えー、先ほどね、警察の、ね、レ,クレクチャーがあったんですけども、 ちょっとね、まあ、なんかまだ奥歯に物が挟まったような言い方をして、はっきりした説明がありませんが、何が説明がないかというと、強制送還というね、言葉は出てこないんですよ、ね、その中で。ですが、自ら帰国したわけではないというふうなことも言ってるんです、あのちょっと冷静に考えてみてください、あの以前ですね、旅券返納命令出てます。 旅券返納命令が出てるんですが、本人は旅券を紛失したということで、紛失届を出してますよね。で、すでに旅券は無効になってます。使えません。ですから、ドバイからどっか違う国に行こうにも行けないわけですよ。旅券が無効なわけですから。当然日本にも帰ってこれません。旅券がないんですから。ね。にもかかわらず、えー、旅券があ、日本に帰ってこれる。 ということなんですけども、まあ、以前私がちょっとね、ご紹介したと思うんですが、えー、オーバーステイになったりとか、捕まってもう旅券が切れてたりとかした場合は、大使館等から帰国のための渡航書というね、まあ、中身は本当にパスポートと同じですけども、そういったものが発給されます、多分それをもってね、日本に帰国したんだろうと思います。 あの実際に本人が自分で、えー、自ら帰りたいって言ってもそれがないんですから、ただ大使館に事前に行ってればね、いいですけど、その大使館に事前に申請に行ってれば、あもちろんあの日本の捜査当局に連絡が来るんですけども、日本の捜査当局に連絡,連絡が来たのも、ですね今日だという話です、まあ、これまでね、えー、いろいろ警察をやってきました、IP ルート、ICPO ルートですね、まあ、インターポールですけども、国際刑事警察機構。 を返してですねいろんな国際手配等をして、えー、まあやってましたが、結局、ラッチ開かないと、でそれでじゃあ、次は何か外交ルートを使ってね、身柄の引き出し等を、ね、要求してました、まあ、フィリピンとか外交ルートですけどね、まあ私が国際捜査課にいる時もまあ IP ルートを使うか、外交ルートを使うか、どちらかしか大体はないんです、通常は。はい ただ、IP ルート時間がかかるんで外交ルートを利用して身柄の引き渡しを求めるっていうことをよくやるんですけどもなかなかそれを応じてくれない国もいっぱいあるえもちろん自国民の場合はえ自国民不意引き渡しの原則があるんで引き渡してくれませんただ今回の場合は日本人ですから、ね、自国民ではないわけです日本にとって自国民なんでそれは問題はないんですけども、まあ、なかなか、まあ、ビザの関係ゴールデンビザの関係なのか何の関係か分かりませんけども。 引き渡しを送りしてくれなかった先月ね、警視庁と警察庁の捜査員がドバイに向かったという話は私、以前もね動画、ライブ等でねお話をしています、そこで動きがあったようです、まあ、どういうつてがあったのか分かりませんけども、直接交渉したようですね。 そこで、えーまあ、話が進んだということで実際はね昨日、えー、6月3日ですかね、えー、ドバイで、まあ、これね身柄を拘束って言っていいのかどうなのか分かりませんけども任意同行を求められたようですね、任意同行なのか、えー、あるところの駐車場でね、えー、捜査員10人ぐらいに。 えーまあ、任意同行を求められた、身柄を確保されたんじゃないと思うんですけども、それでね、えーまあ、説得されて強制送還に応じたのかというような感じですから、向こうで取り調べと受けている暇はないです、時間は、それで今回、えー、帰国すると,ということになったということです、えー、もうすでにね、空港は出てると思うんですけども、えー、警視庁本部の方に行ってですね、それから、こういう帳場はね、警視庁の世田谷警察署です。 場あ本部があるのはただ、帳場が世田谷署だからといって、その世田谷に身柄が入るのか、それともね、えー、これまで著名人がよく入っている湾岸署の方に行くのか、それはちょっと分かりません、まあ、あの前回ね、えーと、池田さんはですね世田谷だったと思うんで、今回も同じじゃないかなとは思いますけどね、ただ問題はね、果たしてこれから取り調べでどうなっていくのかといったようなことだと思います。 取り調べ犯罪事実非事実を認めるのか認めないのかっていうことですね発信した配信したといったようなことがありますそれについてはもうそういう証拠が残っているのでまあ紛れもない事実ただそれが実際にあの名誉毀損になるのかとかですね誹謗中傷なのかとかですね脅かしになるのかとかまあそういったことについてはまあこれから調べてあ調べて いいくんだろうううなというふうに思いますえ常習的脅迫暴力行為と処罰に関する法律違反ですねっていうのがまずはありました、えー、それがねどのようになっていくのかあとは、まあ、威力業務妨害名誉毀損、えー、あと強要罪、うん、それがねどういうふうな 判断されていくのか、実際起訴されるのか、起訴されないのか、まあこれね、中には起訴されない事件もあるかもしれないですね、全部起訴されるというわけではなく、でもちろん、これ、逮捕されたので、弁護士等があのいろんな交渉等もする可能性もあります、ただ起訴されたからといって、必ずしも実刑、懲役に行くとは限りません。本人私が 聞いた話だと、なんか前科とかはないという話でしたので、そうなれば、執行猶予もあるのかなというふうにね、まあ、思ったりもします、まだね、逮捕された後の弁解録書弁録で、事実を認めるのか、認めないのか、そういったところをね、どのようになっていくのかといったようなことがね、あると思います、あとですね、ちょっとこれはね、あの本人から直接、東谷義和容疑者から、直接ではありません、ドバイで一緒にいた友人から、 の話ですまあこういう話ならしてもいいんじゃないですかというようなことをね、えー、聞いてますまあ,あの、別に全く悪いことをしていたわけじゃないと、えー、事実を話しただけの話だから、変に情報操作をされるよりも、真実を日本で話してくると、えー、言って帰っていったと、逮捕されるけどお、その経緯、事実を話すだけというふうに言ってたと。 言ったようなことをねししておりましたあのこの話を私にしてくれたのはねまあ、あの皆さんも知っているような方ですけどもね、えー、そういうふうなことです。まあ私が思うにはねあのいろいろ最初 YouTube だったんですがその後ねどん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 この SNS 等での発信の制限というかね当局の圧力なのかどうなのかわかりませんけども 発信ができなくなくりましたよね、まあ、一番大きいのは私も今使っている YouTube だと思うんですけどもそういったのが制限されてきたやはりあの東谷義和容疑者が自分がやりたいことが、ね、やりづらくなった、うん、っていうのがあるのかなとは思いましたあとはやはりあのご家族というかあの母親のことが心配しているという話もしてましたんでねそういったことも要因,の要因なのかなということで、まあ、説得されて帰国というふうなことになったんじゃないかなと。 いう,ふうにはねままあ、ま思ってます、まあ、今後ね、ね、えー、少しずついろいろなことがね明らかになってくると思いますので、えー、そうしましたら、またね発信をしたいと思っております、えー、本日はねちょっと簡単にはなりましたけども、一応、ガ、えーシー前議員、東谷義和容疑者が本日6月4日、逮捕されましたというね、大きく動きました、えー、その報告になります。以上になりりまますありがとうございました 小川た平の事件考察室ではですね皆さんからの情報をお待ちしております、まあ、コメントはもちろんですけども何か事件の情報ご質問ご相談そういったことがありましたらぜひこのテロップ出てると思うんですけどもこちらまでご連絡をくださいまたですね取材の依頼ですねこういったところに取材してほしいとかですねそういったことがあればそういったものもですねぜひご連絡いただければと思いますよろしくお願いします